皆様ご存知でしょうか。海外のクラウドファンディングで1億円以上集めたデッサンフィギュアスティッキーボーンズのことを、今回は特別にお借りることができたので早速開封していきます。パーツは組み立て式、本体を空中に浮かせるアクセサリー、フライリブのマニュアルが付属しております。こちらはフィギュアを置く用のベースです。撮影前に数日使っていたので少し汚れが、工具は必要なく組み立ては簡単。丸いパーツはボディパーツに押し込むだけ。可動域がすごい。足のパーツが左右異なったためマニュアルを確認。指のパーツは小さく細いためなくさないように気をつけましょう。今回はブルースカイをお借りしましたが、他にダークストリームとソーラーフレアがあります。ベースプレートに置いて完成。フライリブの組み立ては本体より何倍も簡単。こちらもベースにくっつきます。浮かせてポーズを取りましょう。デッサンフィギュアは少なく、ここまで安定して浮かせるのは初めて。いろんな角度から写真を撮って参考資料に使えます。ちょっとした揺れでも倒れたりはしません。フライリブも調整可能。関節を自由に動かしたり調整できるのがすごい。足のマグネットが強いため片足でもバランスを保ちます。マグネットがついてるのでこんなポーズも思い通り。足のマグネットに比べて手の方はそこまで強くないのでバランスが崩れると倒れます。椅子や台がなくても座ってるポーズが可能。フィギュアスケートのポーズ。キック。今まで買ったフィギュアは数日で使わなくなることが多かったのですが、スティッキーボーンズはいい。てか、欲しい。今まで想像できなかったアングルやポーズで絵を描くことができ、新しい可能性の扉が開きそうです。ご購入方法やもっと詳しく知りたい方は概要欄をチェックしてみてください。では、ピース。